はい。はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、スーパーボンバーマンというオンのラがインです。ありますので、オンラインね、なんか、いつだっけ、5月か6月ぐらいにな、64人対戦しましても、早くも私、もうグランドマスター、一番まあ、上のグレードまで上り詰めましたと。まあ、落ちることないからね。なんでそんな言い方したの？いや、途中過程は落ちることあったんよ。グランドマスターになればもう落ちない。スプラとは違うよね。そうそうそう。やっぱね、ボンバーマンの方が、まあ、二次元だし、スプラよりは簡単かな。違うのを使う感じあるけどね。あとなんか、その上がったり下がったりするシステムが、やっぱスプラの方がまあよりなんかちゃん、レーティングがちゃんとしてるから、はい、すごいストレス溜まるんですよ。ねえねえねえ、アタックタイプのさ、なんかさ、新しいキャラみたいにいるじゃん。これ何これ、前使ってたじゃん。電電ボンバー、ライデンボンバーか。電電ボンバー。え、あの下のやつはこれなんか気持ち悪いやつ。あー、やべえ、あ、やめよ、やめよ。まあ、白ボン結局最強なんですよ。スプラと違って、あの、そう、昔小学生時代にスーパーボンバーマン、ファミコン、スーファミ時代の初代をめちゃくちゃやり込んだので、それなりの腕前ではありますけど、まあなので、グランドマスターにはなってるんですけど、やっぱね、精神衛生上やっぱボンバーマンの方がいいよ。スプラはね。そんななんか、死んでも自分のせいだから、そんなにムカつかないっていうか、あ、ミスったなって、思う。他人のせいにしたくない。スプラはなんか4対4っていうね、システムがやっぱね、ストレスの元だと思う。さ、なんで最初さ、みんなさ、ブロンズ？そう、ブロンズ5なの。やっぱ64人集めるのが大変なんじゃない？グランドマスターといきなり当たるのがかわいそうやろ、この人たちが。そんなこと言ったって、私左上のマジかわいそう白本なんですけどね。なんかもうだって自滅してる人、私みたいな人でしょ。私も後で一回やってみますね。この素人はどんなものかって。ちょっと取られたんだけど、きつい。取っても意味ないじゃん、この人たちだって。取りに、何でも多分アイテム出たら取りに行くタイプだと思う。パンチ欲しい。あー、マジか。今日運ないな、アイテムの。でもどうせあれでしょ、また。てめえ。やばい、これまずい。初動。占領するんでしょ、また。独占か。お前燃やすなよ、お前。このなんか素人つっめっちゃ弱いよ。でもこの装備2個しかボム出せないし、誰か死んでくんねえかな。クソ無理やわ。おお、助かった。キックだけ当たったぜ。めっちゃ弱じゃん。めっちゃ助かった。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って待って、これがね、うん、ちょ、そっちに行きたいんですが。なんで？だからここアイテムある場所じゃん。大丈夫なのこれ？知らん。知らないの。ちょっとやめろ。え？え？そう。さようなら。ちょ、ボムが。え、ちょ。結構なんか激しくどんどん死んでいく感じ。やばい。お前、飛んなよ、お前、人の。死ねボケ。死ね、おー、死ねボケダメよ。そっか。死ねボケはダメです。配信で。はい。もうちょっと真摯な振る舞いでお願いしますよ。なんでこの人、動かなかったの、今の。いや、なんか後ろにもボムがあったからじゃない。なんで、普通にさ、シュッて避ければ避けられたと思うよ、今の。あぶ、あ、いや、なんとかまともな装備になってまいりましたが、この人、いや、なんか見えないけど、ちょっと下の方がいいかな、はい。うん、だってどっちもブロンズ語。かわいそう。あ、飛び出てしまったー。
死ねえや。そんなこと言ってダメ。え、嘘や。お、生き残れんのマジか。この人割と逃げるのないよ。危ね。はい。エリア独占しました。独占しまして。水ごもんね。回復して。取っていく。で、またよろしくとかやるんだろ。お疲れ。このセリフ機能ちょっと謎にあるんだよね。ああ、これいつ出すんやねんけど。まあ、本当はね、ここのエリアに入った時に出すべきのやつなんだよね。あ、そういうこと？うん。これ二人っきりじゃん。やばい、なんかシルバーフォー。シルバーフォーにビビるブランドマスターいるんだ。水ボン？うん。あ、ちょっと、え？嘘？死ぬと思ってたよ、私も。え？今の人なんか、え、ちょっとハートがなくなったんですか？何が起きたんでしょうか？なんとか助かったっていうか、いつの間にかみんな死んでたんだよ。え、今の人だってなんか固まって変な方向でさ、固まってたから、なんかあれかなって感じ。セリフを連打して、あの他の人の集中力を削ぐっていう不足な戦法を。あ、すごい、ありがとうで答えてくれる人がいる。すごい。あれ誰だろう。グランドマスターのハチさんなんですけど、この人絶対強いじゃん。動かないもんね。微動だにしてないよ。やばい、絶対負けそう、なんか、うん、こういう人。ここになんで来たの。いや、なんか大丈夫なの？わからん。やばいね、二人きりになっちゃったじゃん。やばい。なんかこんな変なさキャラクター見たことないんだけど、なんか近づいてきたよ。え？やった。なんでやれたの？これ何のキャラクター？怖い。わからん。なんか時間ないでいくさ。はい、オランダマスターを処理していく。うわあ、なんか変なもん取っちまった。スライム爆弾になってしまったんですけれども。やばい。初動で貫通ではめる作戦ができない。え、みんなブロンズじゃん。え、ブロンズだよ。なんでみんな生き残ってんの、すごくない？うん、どうしていこうか。貫通だとめちゃくちゃ、え、なんかすごい。もう一回。なんかすぐ終わりそうな試合だね。はい、止めていく。すごいじゃん。え、こんなのある？はい。なんだろうこの試合。おー、いきなりもうグランなんか優勝したんだけど。おかしくないこれ。なんか全最後残ってたのがあのハチさん以外はみんな良かったっすけど。すごくない？私もやる。じゃあ次は素人の私だよ。これがグランドマスターの力よ。私グランドマスターなのにめっちゃ弱いみたいなさ、めっちゃおもろい力見せます。私やばいよね。だって久しくやってないよこれ。なんかボタンもわかんないし、また。え？どうするんだっけボタン。A ボタンで爆弾。基本的にはそれなんです。
私はなんか蹴ったりとかニャンプさんをしたりとかするんだ。そういうのあんまもう考えないほうがいい。使えないじゃん。ふざけんなよマジで。何なの？それやるとなんかややこ、まあ Y だけどね。Y でパンチ。蹴ったりはもう当たりにいったら。だからこの前もさ、そのさ、やろうとしたらさ、なんかうまくいかなかったんだよね。その自分がやりたい方向に後ろに回るんだっけ？棒にぶつかっていけばいいのよ、自分から。そしたらぶつかるっていくその方向にボムが動くようになる。 Y 押すと？あ、 Y はパンチを。今の話はキックの話。キックはどうすればいいの？ボムにぶつかっていけばいい。ぶつかるだけ？うん、うん。え、ただ突進するだけ。死ぬってことじゃん。いや、ボムがベアって行くから死なない。でもなんか死にそうだからね。でもだからあんまやめたほうがいい。じゃあ何したらいいの？まずはボムをちゃんと置いて、その避けるってこと。避ける。遠くの、その火力が強い人は遠くからドーンって届くから、それもちゃんとなんか画面全体を見るみたいな。スプラット一緒です。スプラット視野を広く。白物でいいの？あー、まあでも、うん、とかパンチを使いこなせないんであれば絶対白ボムの方がいいけど。白ボムにします。はい、準備ができてる。うん、なんかね、目がコンセントだよ。もう久しぶりすぎる。もうさ、一回さ、十何位まで行った時あったよね。行った行った。でもなんかさ、そのファーストステージで死ぬこともあるからね。ちょっと自爆する。まあまあ一回言って。でも別にさ、死んでも別にさ落ちたりしないからさ。そうそう、もう上がりきってますから。始まりました。これかわいい。うん、結構海外っぽい人いるんだね。全然さっきディミジアみたいな。なんで笑ったの今？いやいや、なんかこわごわ動いてる感じがあるから。やばい、もう開いちゃうの？開かないようにみたいな。開けてくるよ、しかし。あ、パンチが。ナイスだ。パンチで何でどうやって使うの？パンチは Y。でもちょっと変に、まずは避けることをね。バックに当たらないが危ない。ノーイス。あの人も同じような感じなのな。もう変な色の爆弾。危な。おお、みんな弱いね。閉じ込められたときすぐ Y を押すんだよ。はい。でもアイテムしょぼくない？これボム1個しか置けないよ。まあでもここ星ついてるステージだから、この星ブロックのところアイテムが出ますよ。じゃあこれ初動だよ、気をつけてほしい。やばいやばい、あいつがそこにアイテム出ます。ボム欲しいな。あ、出た。ルイだ。どうしたらいいの？で、Y を押すとダッシュします。途中で止まれないから用意する。危ない。危ない。危ない、当たる。え、分かんなかった今の。なんで？だって自分で置いたんだ。無理だよ、怖いよ、助け
まあでもみんなブロンズ5だよ。来たよ。危ない。あ、うん、意外にね、この幕があのピンクの手でかいから。でも怖いよ。あれ、なんだっけ、ケミカルかな。怖くてもう無理。うん。アイテムなくないでね。このステージアイテム出ません。まあでももう逃げ切るっていうことをさ、念頭にやるしかないよ。言ってんね、なんかボム来そうな時。ちょっと当たる当たる。なんで？え、何を見てるの？敵のボムちゃうねんけど。上に見えない。それがよく分かれへんねんけど。お、出るアイテム。本当出る。少ないけど。ちょっと壁に。これパンチしたらやれるけど。危ない。わかんないよ。もうわかんない。でも15位まで残ったんだ、偉くない。かなり高成績。だってあなたも15位ぐらいの時ありますよね。でそんな急に。言い出したね。まあまあこういうこと、ああこういうことですよ。確かに良かった。ボンバーマンは私の特段上でございます。まあボンバーはここら辺にしときますか。こんばんは。さよなら。さよなら。